蓮機住職三木大雲です、本日もまたですねもうコラボさせていただいております、原田龍二さんです。はい、原田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お経の中には宗正体力者因縁本末苦境で十二因縁っていうんですけども、これも仏と仏としかわからないようなすごい不思議な世界があって、はい、その一つが宗なんです。でこれが実は今日原田さんとお会いして、あ、はい、原田さんってこういう方だなっていうのが一目見た時にパッとこう分かるといいますか、そう思うってことですか。あのね、木偏に目と書いて、はい、手相の相ですね。だから目に見える相があるんですよ。はい、で例えばこう原田さんをこう真正面からお顔を見ますと、これ眼相っていうんですけど、はい、一つのことが分かるんですけど、教えてください。意志の強さですね。意志の強さ、ええ、もう人に言われて何かするっていうタイプの方ではなくって、そのタイプって結構多いと思うんですよね。はい、うん、これ悪い言い方すると我が強いっていう言い方しますけど、はい、これなぜかっていうと、これあまり私層については皆様に実はこの YouTube とかでも話したことないんですけど、あ、そうですか。真正面から原田さん見るとこの内耳っていうんですけど、はい、耳の、はい、でこれ外耳っていうんですね、はい、外側ですね、外耳、内耳、私こう真正面から見ると外耳の方が出てます、外に、はい、内耳は中に収まってるというか、はい、分かりますか、ね、あ、そうですね。ところが原田さんの場合は内耳が外に出てるんです、外耳よりも、はい、でこういう方はすごく意志が強い方なんです。三木さん意志弱いですか。あ、でね、弱くはないですよね。いやいや、私も意志が弱い強いっていう言い方もできるんですけども、もう一つはね、はい、柔軟性なんですよ。一つのいわゆるもうこうだと決めても、私の場合は、うん、あ、でもこっちしようか、うんうんうん、だからまあ意志が弱いってとも取れるんですけども、原田さんの場合は決めたらもうこれは人に何を言われようとこう行くんだっていう強さを、まあ、頑固というか、まあ、頑固と、まあ、頑固と言いますよね、あれですけども、それはあります。でもその意志の強さがこの耳に大体こう見るとそう見えたり、で単なるわがままなんですかっていうとそうではない。でわがままな方は真正面から見た時に鼻の穴が丸々見える方っておられますよね。こうちょっとよくいますよね、はい、方はわがままですか、ちょっとこう、はい、こうですよって言ってもいや違う。でもそういう形状って親からもらったものだったりもしますよね。そうです。でこれが親御さんが非常にそういう方であっても、うん、お子さんがその親御さんを見て、はい、あ、ちょっと違う生き方しようかなと思われると、うんうんうん、不思議と鼻は似なくなるんです、はい、あ、そうですか、はあ、じゃあその人の心がけ次第で変わってくるんですね。そうです、変わってきます。で実は相と心っていうのは非常につながりがあって、はい、昔のお坊さんはその相をよく見たんですね、うんうんうん、で原田さんは晩年すごくいい相をされてまして、はい、笑われるとここにこうパーッと細かなシワが寄るんですけど、はい、それは晩年非常にいい相を表してみんな年取るとここに寄りません。いや、それがね、人によるんですよ。出ない人もいるんですか。出ない人もいます。でここのシワが多いのも、はい、これは義理人情非常に厚くて、でシワの濃さによってこれも違うんですけど、非常に濃く出てられるので、はい、情に流されやすいんです。で情に流されて本当はもうこっちをしなくちゃいけないのに、優しさゆえに、はい、情を一番最初に一番上に持ってこられるので、あ、じゃあちょっとそっちに引っ張られてしまったり、そうなんですよ。でそれによってまあ失敗されることが多かったりする方は、ここにちょっとシワが多かったりっていうのがあるんですけど、顔はじゃあ全てこう出てくるんですね、その人生そのものが。で眼相、手相、骨格相で、最後に私が研究してるのは声相っていう声の相ですね。声の相、はあ、だから声とか喋り方によって人ってやっぱりいろいろあって、語尾を上げる方下げる方によってはだいたい職業が私も分かったり、お声聞くだけで喋り方とかで。僕はじゃあこの世界にその、まあ、俳優だけではなくないにしろ、この世界にいる人間らしい声してるっていうことですか。されてます、非常に。でもサラリーマンとかでもいい声してる人いますよね。あ、おられます、おられます、はい、でそれはそれで、例えば原田さんがもしもサラリーマンの場合、はい、どういう役職、どういうお仕事がいいのかっていうのも、層からある程度いけるんです。でただ
この僧の危ないところは、まあ、僧を見ながら昔のお坊さんは相談してたんですよ、はい、僧を断ずる、なるほど、で相談って言うんですけど、だからあなたは少しこういうところに気をつけなさいよとかっていうことは僧を見て昔のお坊さんは断ずるんですけど、でまあ相談、ただ僧は 100% を表さないんです、うん、例えば手相を見て、はい、貧乏な手相なのに大金持ちの人がいたり、うん、大金持ちの僧なのに貧乏な人がいたりするんです。はー、でこれは何かっていうと大体の人しか当たらないんです、当てはまるのは、うん、統計学なので あくまで占いっていうのは、はい、で統計学なので絶対はないんですね、うん、で絶対が唯一ある世界がお経なんです。ほー、全員に当てはまるという、なるほど、で原田さんもそうですし私もそうですし、これご覧の皆様もそうですけども、絶対死にます、うん、ですね、はい、それだけは決まってますよね、はい、でこれはお経に生きとし生けるものは死ぬと書いてあるので絶対的なんですね、はい、でこの絶対的なものを真理って呼ぶんですけど、うん、でこの真理っていうものが全て書かれたのがお経なんですよ、うん、だからそうだけで断ずることもなかなかできないんですけども、うん、でこうたまにこうされた時にこうピピって鬼じわっていうんですけど、はい、が立つのはちょっとこう幼少期のいろいろがあった方をここがこうグッとすると鬼じわが立つんですけど、うん、若干はいはい、そうされるとここにねピッピッとたまに立つんですよ時折は、それをあちょっと幼少期殺されたのかなとか、自分では全く思い当たらないんですよ、ね、でそれがねおそらくね耳の強さなんです、はい、だから私原田さんどちらかというとこう耳を触るとか、はい、っていうのを心がけると少し運気が上がるとか。僕耳触りますね。あ、そうなんですか。はい、あ、それはいいことです、非常に。あ、そうですか。ええ、触ってることがよくわかりますね、自分でも。あ、そうですか。触ったな。まあ、その時は思わないですけど。ええ、あ、もうその癖はやめないでください。あ、そうですか。ええ、やめずに続けていただいた方が。それは僕だけに当てはまる行為なんですね。そうです、そうです、そうです。これはもう一人一人層が違うので。でも、そういう。強い意志を非常に感じますね。ああ、そうですか。他になんかないですか。もう終わってますけど。終わってますけどって、はい。もう終わってることもありますね。はい、ああ、そうですか。はい、もう50年も生きてれば、そうです、終わってることもあるんですね。情に流されたのかなっていうようなことも多く終わりだったと思います。はい、逆に、そういうふうにこの人読めないなっていう人も中にいるんですか。今まで読めないなと思った方はね、はい、ほんの数人ですね。どういう人ですか、どういうタイプの人ですか、その人たちって。日々、はい、もう目の前にあることだけをやってられる方、良くも悪くも、いや、どちらかというと私素晴らしいなと思うんですけど、今日はこれしよう、明日はこれしようじゃなく、毎日同じことされてる方って読めないんですよ。ですから特に幸福を求める、不幸をどうだって考えたこともないというような方が多いですけど、はあ、なんか味気なさそうな人生を送ってるようなイメージですね。なんとなくね、ただ私ね、そう若い頃はそう思ってたんです、味気ない人生じゃないのかなと思ってたんですけど、うん、その日朴とつと生きるというか、本当にこう、畑を耕すなら耕して今日を終えるっていう生活って、実は人間にとっては一番すごいことだなって。シンプルな。ええ。で、これお経の中に出てくるんですけど、はい、平かなるは人なりっていう。人っていうのは感情の起伏が一日の中にあまりないものを人と呼ぶっていうふうに出てくるので、実はね、あ、こういった方がこの世界を支えてるんだなっていうふうに。で、そういった方本当読めないです。読めない。ええ。だから、お坊さん多いですね。あ、そうですか。読めない。決まった時間に起き、お経を読み、食事をいただき、でその日を終えるっていう方は、うん、本当に読めないです。うーん、本当はそういうところを目指さなくちゃいけないんでしょうけどね。うーん、仏様の仏像を見てると、その顔お姿はまさにそうですね、読めない。なるほど、私もそこを目指して頑張ろうと思ってるんですけど、うん、なかなか。ちなみに美希さんは、はい、ご自身の、まあ、この言葉が適しているかどうか分かんないんですけど、寿命というか、あ、ええ、そういったこととかっていうのは
これはね、あの私も責任があるので、はい、あの副住職がいるんですけど、副住職とか、まあ、あのタレント事務所のスタッフさんには、はい、大体ちょっと体が悪くなってきて、寿命ってあの分からないんですよ、本当に日に日に変わるので。で、一時ちょっともうこの世去らなくちゃいけないかなっていう時期があって、うん、それをスタッフさんに話したら、もうすぐに病院行ってくださいと。はい、もちろん、はい、でちょっと病気の匂いも自分でしてきて、でそれはもうすぐにあの病院取っていただいて、はい、ですぐ行きましたら、もうあと少し遅かったらもう入院でしたって言われて、うん、でやっぱりかこう生きてると責任が出ますからね、うん、だからやっぱりなんかあの、ああそうか、こうやって心配してくれる人がいるんだっていうありがたさとかもそこでまた感じて、なるほど、今はだからすごく体の健康をちょっと考えながら、今までそんなことなかったんですけど、うん、でもやっぱりいただいた寿命よりも少し長く生きてみよう、すごく長く生きてみようと思うと、はい、伸びていくもん、匂いが変わりました。だから加齢臭ってよく言いますけど、はい、あれも少しこう年齢を重ねた匂いなんでしょうけど、うん、それもやはりなんか少し前とは違ってきましたね。それも心がけ次第で、そうです、匂いを変えることができる。そうです。ということは長短があるということだと思いますね。そうですね。原田さんは多分長生きされると思うんで頑張ってください。本当ですか。はい。はあ、非常に。あ、そうですか。ここから不摂生な生活したらそういうのはいかないですよね。不摂生な生活されると匂い変わります。あ、匂いなんですね。匂いですね、私の場合は。うん、日々ありがたいなと思って、はい、明日死んでもいいような生き方が一番ベストなんでしょうけどね。うん、長生きすることにあまり目的を私は置かないようにもうまたちょっと心がけてはいるんですけど、はい、何のために人って生まれてくるんでしょうか。ありがとうございます、いいご質問で。あの衆生憐れむがゆえに、はい、人として生まれるってお経の中で出てくるんです。というのはどういった意味ですか。あの人間っていうのは生まれてくる少し前へ、はい、愚名令っていう例なんですよ。ほう、愚名って求めるに名前って書くんですけど、はい、いわゆる前世と今生の間にある世界で、はい、名前を求めてさまよう歩くんです。ほう、で、先ほど言った十二因縁によってまず土地が決まるんです。はい、この宇宙の中の地球の中の北半球の日本の京都のここっていう、私の場合だと上京区っていうところで生まれてるんですけど、はい、上京区そこら辺で大体場所がまず決まって、うん、で次に愚名令は名前をつけて、名前を求めてさまよう令っていう意味で愚名令っていうんですけど、でお母さんを探すらしいです。へ、残念ながらなぜかお父さんではなく母親を、探して歩いて、でその母親にどうか私に名前をつけてくださいってやると、そのお母さんが恋愛をして、で、お父さんを見つけ、そしてあの産んでくれる。要するに子供は親を選んでるということですね。選んでます、うん、ガチャではないんですよ実は。うん、でただ悲しいことに忘れて生まれてきてるんで、産んでくれって言った覚えはないっていう、うん、忘れてるだけで。なるほど。あの頼んできてるんです。はあ、頼まないとそう簡単にこの世には生まれてこれない。でその時に愚名令は、あの衆生憐れむがゆえにっていうのはどういう意味かっていうと、はい、このお母さんを喜ばそう、この人のために生まれていこう、あるいは生まれた先で知り合った人たちの幸福 を埋めるようなことをしようと思って、衆生っていうのは一般人ですね、はい、みんな人々のことを憐れんで生まれてくるらしいです。ですからただ生まれた時には忘れてるので、これも質本心子ってお経の中に出てくるんですけど、本心を失うがゆえに人は迷うって書かれてて、だからその生まれてくる前の目標は何だったっけ、うん、で一つは絶対言えるのは、誰かのために生まれてるので、この命は誰かを喜ばしたい、誰かを笑わせたいとか、うん、あの誰かのために使っていただく命なので、そこを考えると、あ、これが目的で生まれてきたんだってはっきりしだすんですよ。で私はもう完全にお坊さん、高校生ぐらいの時に、あ、そうか、あ、ここ卒業した年かに、ああそうか、私は自分の本心っていうのは
お坊さんになってこれをすることだっていうのがはっきり見えて、ずいぶん早い時期だったんですね。そうです、早いですよね、でそこから出家して修行してっていう生活なんですけどね。はあ、じゃあ必ず生まれてきたものには、宿命というものがあります。カルマというか、そういったものがあります。宿業ですね、宿業、仏教では、定まった業みたいなのがあって、でその中で定まってない業にまたもあるので、うん、その中でこう文具ほぐれつこうなんか自分の道を見つけていくっていう、だから今何かしなんかやりたいことがまだ見つかってないとか自分の本しかわからない方も、私は今目の前にあることでいいので、はい、毎日をやっていっていただきたいんですよ。でそれでもなんか家から出るのが嫌で、はい、もう家でじっとしてる、これだけはあの損なので、うん、もう外出てゴミ拾いでもいいですし、うん、玄関前履くでもいいですから、まず動くことですね。そうです、そうです、何か動いていただければ必ずその自分の役目が見つかるので、動いていただきたいですね。せっかく生まれてきたんですもんね。そうですね、でいつか必ず死ぬわけですから。そうです、そうです、もう絶対 100% 死にますから ね。なんか今なんかこういろいろこれをご覧の皆様の中でやれたことがないとかいう方がおられたら、ぜひなんかちょっとこう外へ飛び出してみたり、あるいはもうなんか誰かに思い切って話しかけて一緒になんか将棋でもしましょうとかって言って、言っていただきたいなというふうに思いますね。なんかこれからもなんかこうお話がもう本当に私もいろいろお聞きしたいことが実は他にもあったんですけども、はい、またあまり長くなっちゃったので、そうですね、それはじゃあ永久寺さんに僕お邪魔した時に、ぜひ、そうですね、はい、このお正月にはあの本堂はとりあえずできる予定なので、そうですか、ぜひお正月以降にもまたこのさせていただければと思います。ぜひお会いしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は原田隆二さんでした。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。長いようですいません。ありがとうございます。そうですね、事故というか、なるほど。お、今も一番ひどいのが携帯がね、ちょっとね、なるほど。お、今も一番ひどいのが携帯がね、パシャ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 って言っても電車が止まらなかったり、画面が反転しちゃって、そんなにはっきりと、もうすごいです。でそれをまとめて来られた方は携帯潰されて、最終的に iPhone が動かなくなったんですけど、喜んで帰られましたね。今龍二さんで、ね、黒いバッとこう、ね、ちょっと撮りましたね。今ちょうどお話ししたね。ねえ、おそらくなんか映ってるかもしれない。映ってると思います。潰さないでね。動いてるの大事です。すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。